ざっくばらにお話できればなと思ってますけど。一回、まあ、炎上したじゃないですか。失敗イコールも自慢できるものだと。僕自分なりのこの哲学っていうのを持ってまして、新井さんその配分金の使い道どうするんですかって。ああダゾーンですね。そうそう、例えば僕こう外国人は実は J リーグ随分今変わってて、はい、昔だったらその日本のサッカー界に関わるものとして役割があると思ってまして、社員が成長することが、まあ、会社が成長するということです。ですので唯一残された人間の役が消費者としての役目ですね。要するにお金を使う行為は人なんですね。間違いないですか。ユースケ将来あるでしょう、海外挑戦したいとかっていう野望もあるんでしょう。海外は絶対やりますね。教育こそが僕世界を唯一平和にできる手段だと思ってまして。